水町良介は、佐賀県伊万里市出身の元、プロバスケットボール選手である。B リーグの秋田ノーザンハピネッツに所属していた。ポジションはガード。身長186センチメートル、体重83キログラム。佐賀西高校、学習院大学卒業後の2004年に、新潟アルビレックス BB の下部組織に入団。2005年の BJ リーグ開幕後は、 大分ヒートデビルズ、新潟アルビレックス BB を経て、2010年に秋田、ノーザンハピネッツに移籍。秋田ではキャプテンを務めていた。自らのプレーを、隙間産業に例え、目立たないながらも堅実なプレーを信条とした。小学4年生でバスケットボールを始める。佐賀市立鍋島中学校を卒業後、佐賀西高校に進学し、 1998年と1999年にはインターハイに出場した。競技生活は高校までで終えるつもりで、学習委員大学に進学するが、勧誘を受けバスケットボール部に入部。当時、学習委員大は、関東大学バスケットボール連盟のリーグでは11部中6部で、あったが、水町の在学中に9部中3部まで昇格し、4年時には3部の、 ベスト5にも選出された。大学卒業後の2004年に、新潟アルビレックスの下部組織に入団。2005年の BJ リーグドラフト会議で、全体26位指名を受けて、大分ヒートデビルズに入団した。大分では、副キャプテンを務めたが、2007から08シーズン終了後に、戦力外通告を受けた。2008から09シーズンより、新潟アルビレックス BBA 移籍。 2009から10シーズン終了後、エクスパンションドラフトにて、2010年新設された、秋田ノーザンハッピーネッツの指名を受け、移籍。新潟からは、長谷川誠、ポールビュートラック、アントニオ・バークスも、共に秋田に加わった。水町は、初代キャプテンに指名され、2010から11シーズンは、レギュラーとして、キャリアハイとなる出場試合数50。 出場時間1458分を記録した。2017から18シーズンを最後に引退し、ハッピネッツを運営する、秋田ノーザンハピネッツ株式会社に入社、小中学生向けのバスケットボールスクールのコーチに就任した。2020年、地元佐賀から B リーグ入りする佐賀バルーナーズのアカデミーコーチに就任。ABCD b j リーグオフィシャルガイドブック2013から2014日本プロバスケットボールリーグ2013年10月4日秋田ノーザンハッピネッツハプネッツハーフタイムショー vs サンラッカーズ渋谷オンディセンバー1220182018年12月12日サナアリーナ秋田でのサンラッカーズ渋谷戦ハーフタイムショー参加可能をマッチョクイズのコーナーで 水町自身が出身地を今利市と答える。2021年10月7日閲覧。水町良介。M もう一度の新潟ストーリー。マッチョのブログ。2021年10月6日閲覧。水町義弘。トンテントン。2021年3月15日閲覧。前半圧倒した秋田が東北ダービーを制す。 バスケットボールナビ、http コロンスラッシュスラッシュ b a s k e t b a l l n a v i c o m スラッシュに0 1 1スラッシュ10スラッシュ23スラッシュ秋田ビートには、で95から75、2014年1月13日、閲覧 ?abcd 古川きみや、ワンステップ堅実プレイチーム支える。佐賀新聞佐賀西高校出身。 元 B1 選手水巻さんがバルーナーズユースチームのコーチに佐賀県佐賀テレビ2020年6月19日 https コロンスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュ MAEYAMAKYOHEI ありがとうございます。